皆さんこんにちは、日本人兵庫県民、神戸市民の淡井圭介、2023年8月の30日、まず別校さんや、総理や内閣の方たち、あと一般プレイヤーの方たちにお伝えすることがあります。まず別校さん自体がどういうふうなプログラムを組んでいるのかっていうところで、正直私動画で今、プレイヤー名でね、おかしな名前とかをつけてる人で、聞いてみてもしっかりとした回答してくれない人とか、ふざけてるなっていうような人とかは名前名称上げていってます。で、別校さんは個人情報保護法を多分ご理解されていないのか、コンピューターが身勝手に判断してるのか、それちょっと聞きたいんです。本当に。コンピューターの自動で。多分、名前をアップロードとかしたら、それ全部偽名。本人の名前じゃないから、個人情報保護法のこと全然わかってない。本当に。で、おかしな人がいたら通報。これが普通。だから、ね、SNS 同士で知り合って、で、その後トラブルになったり、二人で犯罪、三人で犯罪とかしてる人たち、本当に存在するから、それはテレビのニュースで流れています。だからおかしな、返答とか、おかしな、もう、名前をね、まず変な名前つけてる人は、まず、まあ、大体、ちょっとおかしい人多い、本当に。それ、上行っても、戦国夫婦だったら、中納言、大納言がもう同じ局になってるので、同じマップで現れます。で、そこでも結構変な名前の人たちいるから、もう誰がね、どういう理由でどうなったのか知らないんですよ。で、各自言い分があったらその言い分言ったらいいんだけども、それが相手にしっかりと理解できるかどうかっていうところ、僕はホームページで、こうやってしっかりと言ってる。で、似てませんは通用しないんです。それ裁判になった時に、本当に言った以上。で、そこで、チャットの部分でね、いろいろ、そういう真面目なことで返答してるので、ホームページ淡井圭介が何番にありますよって言ってるから。で、ここでみんなが気をつけてな、おかなきゃならないことは、だから僕が分かったところでまず言ってるので、みんなデータ変えられてる可能性がある。本当に。銀量減ってる。本当に。アップロードしてる途中の段階で。わかります？状況。で、これは人間がしてるんじゃなくて、もともと別校さんもそんなプログラム用意しなかったの方向性で、そういうことが自動的に起きてる可能性がある。本当に。それはみんなにお詫びしなきゃなんない。別校さんの方で。で、僕は今までデータがおかしいっていうことで、我が天下の方とかでも、鍛冶屋さんとかで作る、今だったら、鎧、ちょっとした鎧、まあそこに糸がどうこうで、能力がプラスアルファの鎧、ああいったものも数変わってたことあるんですよ。これデータなぜですかって。多分、それ個人のプレイヤー名を上げていて、この人がああだった、こうだったって、これはしっかりとおかしな人たちは世間に公開しなきゃなんない。その人たちが悪いことしてる人かもしれないから。例えば僕だったら、昨日不法侵入されて、昨日ね、間違いなく充電して、この中に電池入れてたんですよ。で、その電池は充電した時に、ここのね、緑のランプ、これが点滅してる時が充電してる時、充電終わったら、電、ランプが緑色が発光しっぱなしになるんです。それを入れている以上、今日の朝絶対これ電気シェーバーが動くはずなのに動かなかった。誰かが私の家に不法侵入して、この乾電池をね、交換してるんですよ。で、誰か最悪その電気使ってる。で、充電した以上、もうどんな理由も通用しないんですよ。わかります？不法侵入、威嚇行為。集団的なんだったら集団的な内容で、それ何回もそういうことしてたら暴力団扱いになるよ。本当に。当たり前だから。裁判妨害も含まれる。余計なことで時間取らせるから、僕の。で、手間かかってるから。で、これを差し込ん、朝からこれが入った状態で電源入れても、動かなかって、電気シェーバーがね、電気シェーバー。で、もう、淡いって書いてる、淡いって。わかりやすく、自分の持ち物。で、その、
ここの中に入ってたものを、電池をね、電池をここに差し込んだら、やっぱりすぐ点灯し始めた。で、10分ぐらい経っても点灯して、ああ、これ空のやつと交換されてるわって分かるから、だからあの、名前変だなとか、自分の名前を僕の動画とか、ホームページにアップロードとか、名前を名称言われたら、不法侵入してるやつら、多分この辺にいる仲間が、もしくは本人が、間違いない。だから、べっこうさんとか対処しなきゃならないのは、淡井圭介さんが、この人ちょっと変ですよっていうことを言ってる内容を上げてきたら、逆に僕の方に銀料とかを渡してこなきゃならない。原稿とか大判とか小判とかを。そうじゃなかったら呼びかけられないから。まともな人間しかまともなこと言えないから。弁護士さんなしで裁判買ったこと皆さんあります？僕はありますよ、30歳の頃から。それぐらいの人じゃなかったら無理。一法律で動く人間、一番危ないから、自社の人に言って、別行の。わかるから、まともな人間だったら、あんな露出の多いキャラクター、戦国風の女の、キャラクターとか、選ばない。軽犯罪法で、尻、もも、胸を見せてはならないっていう法律があるんです。本当に。わかります？刑法で行くと、ね、わいせつな、図とか、まあ、画像とかね、そういったものを反復させてはならないっていうことになってるんです。わかります？本当は男性も海水浴場、プール行ったら胸見せてる。で、その辺のところはもう社会の常識として男性がね、見せるのは世に通ってしまってるから。で、その、昔はね、本当に、海外にとも男性も上、水着着てたんですよ。本当に。だから、その辺のところは皆さん誤解のないように。で、もともと男性なのに、女性化させて、露出を多くさせてきてるでしょう。それ多分 AI にまず絵作らせてると思うんですよね。で、その、画像を選んだのは誰って。もうその社員辞めさせちゃいいから。そしたらの口座差し押さえに行くから、こちらも。本当に。会社の方の記録で、もう今のうちに別個さんの方で調べておいてください。どこの誰がその画像を選んだのか。世の中でエロ業界は、すでに暴力団として認められているんですよ。性暴力団として。ね。売春防止法案日本が出来上がったのは1956年。ね。っていうことは、日本の裁判官とか警察官とか、政治家とか、大企業とか、まあ、一般人も含めて、クズがめちゃくちゃ多かった。して良いことと悪いことは、未だに区別ついてない。いらないから。それ僕の提案でできたゲーム。著作権法で、プログラムで、ある意味、本当は経営陣に慣れてる存在。わかります？今更株よこせって言ってるんじゃないんです。金で払いなさいって言ってるんです。僕に迷惑かけたでしょ？ね、いっぱい。そのプログラムを、僕、まあお金を払わなきゃなんねん。我が殿下戦国不分の件についてね。で、図で、実はもう SD カードをいつものルートで送って言ってるんです。別校さんとかの方に。胸出てるって。違う違う。衣服をしっかりと身にまとわないと。わかります？言ってるのにそれしてくる奴らが存在する。あの人がエロ業界と関わった。だからあの人の取り分もなしっていうめちゃくちゃな奴だったらどうします？自社に現れたら自分の会社でも同じような奴。会社の金もそれで自分のものにしようとする奴。無理でしょ？みんな。全員。自分の会社に置き換えたら。本当に自分の会社から身勝手にお金持っていく奴は持っていきますよ。レジから。ありましたから、そういう件。金庫から。ありましたから。店長とか言ってたから。僕の場合は店長してた時、僕が基本的にレジでお金受け渡ししてるから、増えるはず絶対ないんですよ。絶対お客さんもそこでお金確認してるし、かなり確認してるから僕の方も。なんか知らんけど、1万円だけ増えてたことがあって、部長が言うには、それは君の分だから君が持っておいたらいいとか、わけわかんないこと言ってたんですけども、それが、時間外の手当だったとしても、全然足らないんですけど、って。1時間のね、労働時間、長時間労働になった時の 25% 以上の割増。別にあれ 50% 払ってあげてもいいんですよ、会社は。民間企業。
そんなことじゃ会社追い詰められるんですけども。それだったらボーナスちゃんと支払ってあげたり、住居手当とか扶養手当だから本当は。もう今政府の方でもう長時間労働1日にさせた従業員のが持たないから、もう 35% までいくからっていうことで厚生労働省の方で発表してるから、もう今頃スタートしてるんじゃないですか。それだいぶ前から僕は政府に提案したから、政府の方もいいですか、もう議員とかで勘違いしないように自分の方が偉いと。いいですか、投票用紙僕の方でこういうふうに変えなさいって言って変えてるから。本当にこの日に投票来れなかった理由は何ですか。いらないいらない、そんなこと。本人が投票しに来たかどうかそれさえ分かったらいいから、余計なことを調べる時間なんかない。人件費かかるだけ、余計な仕事ばっかり増やして仕事するふりしてる。そんなことするから公務員ダメよっていう話になるんですよね。人材派遣会社の人たちに変わっちゃったでしょ。本当に4回僕は変えようとしたんじゃないんですよ。その人たちが自分の仕事を抵抗するからなんですよ。だってそこで言いましたから。そしたらそいつらがね、僕がどれだけすごい人間、もう自分で言っちゃいますよ、すごい人間か分かってないから。自分たち、君たち、六法全書、現行法規と現代日本法規まとめるところまで頑張った司法修習生の人で、いいですか、裁判所の民事の人たちも僕はそこまで話したらはいはいに変わりますからね。本当に分かってない。淡井圭介っていう人間がどういうことをしてきた人間か、裁判所の人たちが分かってないの。本当に電波でどこまでコピー機とかアクセスできるかとか分かってないの、裁判所の勤務者が。あなたは本当にここでずっと働いていたの話になるから。でその人がその頃から、僕はずっとここで働いていたからとか最初言ってたんですよ。違うから、働いてる人間コロコロ変わってるの僕確認してるから。神戸地裁の窓口で、本当はこんなことしたらあかんからって、自分からロッカー、掃除用具とか入れてた、まあ、服着替えるロッカーでいいと思いますよ。人間がちょうど入れる、ギリギリ入れる。あそこ、出てきた人が、本当はこんなことしたらあかんから、自分から多分隠れていたんじゃないですか。あんなことしたら本当に被害を被ってる原告の人めちゃくちゃ怒りますよ。本当に逮捕権一般人にもありますからね。その後すぐに警察官へ引き渡し、そのために裁判所にね、警察官いろんな意味で置いてるんです。それ警察官がわからない時あるから。どうしよう、刑事訴訟法をちゃんと読んでない警察官。髪の毛染めてごまかし始めたって、あ、今、ちょっと、この間、僕の家の前まで4人で来た警察官の中で、1名、わかりました、西村さんいました。判例を探し出して、ああいうような春山整骨院作ったらあかんことになってるっていうところまで探し出した西村っていう警察官、いました、有馬警察署、いました、いました。髪の毛染めてって、顔変になってるから。ちゃんと黒髪の時にね、頑張ってた時の頃の西村さんより顔バージョンダウンしてるから、動かないとそこまで分かったら民事不介入違いますよ。民事訴訟法をちゃんと読んでいったら分かりますけども、最後の刑事訴訟に変わってるから、一法律なんかで分かったふりして動かない方が負けですから、ちゃんとそれで僕に警察通して僕の口座にお金振り込んだらいいから。本当はで、もうここまでの話になって、高等裁判所まで話行ってるから、ね、いろんな件でね、もう捕まった、本当に やばい奴らが、春山聖骨院にいっぱいいることも分かったでしょ。テレビ局うんぬの金払ってない話とか、うんぬ、向こうが僕に、本当に、頭の中使ってスポーツ買ってきた連中、そう、他の球団もそうだから、阪神タイガース以外のところも。お金払ってないから、本当に。で僕もそんなめちゃくちゃな金額を本当は要求しないから、最終的に判断するのは裁判官だから、それちゃんと判決出してもらって、みんなで相場いくらなのか発表しないと、内閣参与の人でさえ、日給なんですよ。日給2万7千。ボーナス、ない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 。従業手当、ない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 。扶養手当、ない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 。普通の公務員の方が勝ちやわって。ちゃんと退職金とか出てくるから。内閣の中にね、入って一緒に物言える人、情報提供する人が、日給2万7000円で頑張ってるんですよ。
最初からもう鉄道警察官、もう分かりやすいようにした方がいい。警察官の制服を着た人が一緒に乗り込んでくれたらいい。僕は原告なんだから、もう高等裁判所、訴訟費用の給料申請使ってる、事件継続してますって言ってるから、向こうもあの情報量本当にお手上げだ。調べなあかん対象者1000人軽く超えるから、本当は万絶対万超える。地方交付税法とかあるから、そこ負けたらあかんとこ。もう参りました、本当に。目の前にいて急に僕の話遮ってきた人が西村さんで、他にちゃんと話聞いてくれる人がいたから、あ、もうちょっと黙ってください、あなたが話聞いてくれそうだから、あなたに言います、さっきから話聞いてくれてるからってねえ、西村さんが今度隠蔽し始めたように見えるでしょ。判例までたどり着いてるんだから、それ動かなかったんだ。もうめちゃくちゃ本当に全国放送でその裁判、本当にテレビ局入ってもらってね、本当は法律で裁判官さえ認めればできるんです、法律でありますから、ちゃんと。もう317番、ホームページ淡井圭介のね、昨日317番にその辺の法律名出してる。法律名の第何条とぼけたら、この件とぼけたら多分インターボール本気で動くと思う。だってもう日本、世界中のアメリカの首脳でさえ起訴されたりしてるんですよ。日本の法務大臣も河合夫人とか起訴されてるから、法務大臣が最高裁判所の裁判官を任命してるんです。法務大臣を任命したのは総理なんです。総理を任命したのは天皇陛下なんです。法律で決まってるんです。しっかりと。わかります？誰も思います？こんなに悪いこと、いろんなことみんながしゃ。いや、もう金閣絶対尋常じゃないことになってるから。2016年に本当に日本ずっと借金今まで上りっぱなしだったのが、2016年急に借金減らして、日本中の大手企業の銀行の、いろんなやつらの口座、悪いことしてきた人間の口座差し押さえてるから、多分会社ごとの方かもしれない。多分海外の方のエロ業界のやつらとかも差し押さえた方かもしれない。日本しましたよ、わかりますって。誰が言い始めた？淡井圭介さんが。それでいいって、日本もエロ売ってた、海外の口座差し押さえてお金持っていく。うん？何言ってんの？淡井圭介の取り物が先って言ってるでしょって。これで押し返せるか。国際司法裁判所。わかりました？日本人の人たち。淡井圭介の味方しなかったら、何十兆円の大変お金動いてるから、ほんと。これ冗談と違うから。毎年のね、お金、どれだけ借金増えたかどうか、ちゃんとインターネットでそこまで政府は嘘つかない。公表してるから。池上彰さんの番組のも、でも金額だけは公表してるから。で、ある程度言ってる。え、動いてるって。裁判所があって言ってるから。気づかなんか。言ってるから。僕、公然と言ってるから。知らないって今更通用しないから。ね。今更見てないも通用しないから。以上。めっこさん。自分で自分のコンピューターのプログラム変えなあかん。自分たちが悪かったです、妙なプログラム使ってました。本当に金量減ってる、何も買ってないな。鎧とかも変えた。本当に武魂とかどうです、本当にアイテムとか。ある程度本当はもう僕の写真我が天下の方で収めて、別行さんに言ってるから貼り付けて怒ってるね。え、ややこしいようなプログラムなんか採用しちゃダメなんです。相手のプログラムとかを変えるような内容
データ的にもね、データ的にもちゃんと、絶対その人のデータは固定。それ世界中のスーパーコンピューターも同じ内容、当たり前。その時点ですごい脱法行為だから。これでアップロード、もうちょっとしたら、変な返答してきてる人たち、もう画像で撮影してるから、その人たち、撮影しながら動画でアップロードするから、それで僕のデータ変わったら、もうそれ証拠になるから、本当に。今、我が殿下の内容、撮影しなきゃなんない。そんな無茶苦茶なこと言ってくんの、本当に。そんな無茶苦茶なこと言ってくんの。それ確認する時間増えるだけよ、はっきり言って。はい、もうアクセスしている。自分の iPad。ね。もう証拠、証拠。これで東洋光ってる。で、青虫しか出ない。もうほんとふざけてる。わかるから。もう今までどういうふうなことしてたら、紫の武将出やすいかとか知ってるから。本当に。で、まあちょっと今一旦、もうほぼ同時進行だから、この革袋っていうとこ見たら、通用アイテムとかいろいろある。これ一応撮影できる。一時停止したらわかるから。育成素材とかある。で、これ各プレイヤーも頑張って、もうお金払ってるから、かなり払ってるから、僕ももう言えないような金額気がついたら、今までのトータル5年間とかで、やっぱり払ってる。この宝箱とか勝手に買えた、本当に、本当に、本当に、専用武器とか、そんなひどいことしちゃダメよ、本当に勝手に取ったら、本当に。それ、別個の方がやられるから、裁判で。もうだから、別校の社員でアホ入れたらダメだから、もう画像見たらわかるから、エロ部署でいい、エロ部署でいい。これちょっと自分の保有部署だから、本当はこういう目が光ってる人、目から雷走ってる人が強い。これ本当。鬼部署の。普通、そこまで鬼のようなことされたら、鬼のようなことされた人は鬼武将は っていう話。本当は。この東洋のところから、各ね、部署を見れるから、武将隠しなんかしたらあかんから。名称録。名称録をボタンタップして、上に、これ、陸奥のこと、関東、で、甲はどこだったかな、甲賀かな、その辺の地方のこと。で、こういうふうにしていけば、どの武将を保有していたかとか、記録残るから、一時停止をしたらいいだけ。わかるから、本当に。もうみんな本当に気をつけた方がいい、このゲーム。で、これ、世界中のスーパーコンピューターが身勝手にサイバー攻撃してるんだったら、もう、許せない、本当に。許せることじゃないから、本当に。で、もうこの辺見たらわかる、途中から 良い武将全然引き当ててないこと、別個の凄まじい嫌がらせとかしたらあかん。僕は最初の方に言ってる。ある程度の率で他の武将とか出るようにせなあかん。ただしこのゲームだったら覚醒するときに武将重複せんかったら覚醒アイテム手に入らないから、話わけわかんないことになってる。今のが来ない。次、九州と、中国地方。もう撮影する、本当に。僕の労働力が甘く見すぎ、一般人でそこまで抵抗する人間いないとか思ってるんですよ。姫武将おるわけないやろ、お金ないって。本当に。ほとんどいない。ほとんどいないの方。まあ、何台かぐらいは持ってる。それは一応普通に無課金でも手に入るから。あと、まあ、物語武将もう途中で終わった。ややこしいだけって。もう武将増やしすぎ、こんなに増やした後のプレイヤーなえるから、こんなに武将たくさんって。無理やってなるから、新しい新規プレイヤー現れなくなる。何をしんどい方言ってるんですか、べっこうさん。武将増やしすぎたらダメだって言ってるって、淡井圭介ダメだって言った時点でダメだ、無理って。もうこの頂点武将も、もうここで終わり。この頂点武将で、これ以上増やしたらダメね。頂点武将も画像出てこなくなってる。本当は1体持ってるのに。もう、
誰かが弁天なんとかっていう人が頂点部署のところをぼそっと右頂点って言ってしまったんですよ。で僕も言った、ちゃんといた徳川家康頂点部署、頂点部署で正直僕も頭の中で右頂点ってよぎりますってそれぐらい笑って言いやすい。それ笑った瞬間、これ攻め込んだ時に、ちゃんとしたデータで動いてない時あるから、本当に。みんな気をつけて、本当。別個、本当しっかりしろよ。最初から日本で言いました。スーパーコンピューターとかでブロックしたらいいって、サイバー攻撃。本当に。これこんなプレイヤー、これだけお金使わされて、本当にデータがまともに稼働しない。怒るって絶対に。訴訟なるってならない方が不思議だって、本当に。いい、べっこさん、僕の取り分絶対払わなかったら、君たちの口座差し押さえるからね、社員の。働いてきた履歴、わかるからね、本当に。本当に。本当にわかるからね。これでソフトバンクなわけよ。許さないから。で、今日ソフトバンクはオリックスに勝ちに行くんだ。まあ、それでいい。その方向、普通。普通そう。オリックスの出資でカジノの誘致、ふざけんなよ、後の解体費用、どうせ金出せないとか言うんやろ。本当に。後から海外に言われますからね。万博開くって言ったら日本の方って。ああ、政府が言っちゃった。もうどうしよう。こんなにたくさんの訴訟、追いつくわけがない。ね。みんな結局建築業界にお金持っていかれるでしょ。もう建築業界、大手ゼネコン全部抑えるから。僕の方の、もう高等裁判所に上がってる裁判。何年かかるかわからない。それまでのさ、だからもう、ちょっと、とりあえず、みんな、僕が現在チャットに、いろいろ記載したときに、ちょっともう、変なこと言うやめるのと、自分の名前、プレイヤー名、もう自分から率先して、変な名前つけていましたね。変えなあかん。あと、こう、国の名前とか、魔王に集まってきたの。喋られる。今まで何してきたか絶対調べられる。本当青く見てたらあかん。僕みたいに労働力すごいやつ一日という1万リットル打ってくる人間ちゃんと運んでるかその頃のシューバー株式会社の筋力そのままの一番筋力いい時2月ぐらいの頃野球場ね金属バットのあれ細いからめちゃくちゃ細いからソフトボール用の金属バットソフトボールで野球場でホームラン本当アジサイスタジアムそこのオリックスの2軍のアジサイスタジアムにサブグラウンドがあるのそこを勝手に球場を越えられてホームラン打った時に普通のあの軟式でも硬式でもそれぐらいだったら結構大抵みんなレフト線沿いとか左バッターだったら右バッターだったらライト線沿いそんなに距離ない。90メートルから100メートルぐらいだから。大抵、体鍛えた人間だったら届くから、本当は。それ僕らソフトボール。あんな、まあ、ネットが高いからね。まあ、ホームランにならなかっただけで、ツーフェースだっただけで、ね。普通のプロ野球場の低いフェンスのところだったら、本当はホームラン、野球場で僕らの筋力。身長僕170センチぐらい、それでも。それぐらいの距離出せるから腕つも竹縄さんっていう店長に買った方本当は週5日の勤務の方週6日無理無理筋肉逆につかないから労働時間300何十時間も働いていたら本当本当逆に筋肉つかないちゃんと寝てないと無理筋肉つかないからめちゃめちゃしんどいところが泣き入るから現場でなんでここまでせなあかんのやろって本当、ね、年末に13連勤刺されたとき本当にもう腰痛なんて現場で、本当もう一人で、まあ無理やけども、現場行ったらもう自分でどうにかせなあかん話もされてるし、って、あいつ本当に勝手に事故しやがって、って、休みの日までだ、ね、一応週1日休みあったんですけども、だから労働基準局で休みは週1回とか、もうわけわからんこと言ったらあかん、もう週休2日制だってもう国は言ってるんだから。ね、1日の労働時間だいたい7時間45分。もう何かあったら遅れていくから、本当に仕事は。仕事ちゃんと、詰め込んだら。誰かに何かいろいろ言われ始めたりしたら、電話かかって来られただけで、それ時間取られるでしょ。これが本当、ちょっと長くなりましたけど、こういうことです。以上、イコンピューター。僕がいろんな人の、名前挙げただけでデータ変えたら、君たち、分解するから、
本当に。わかった。置いときよ、コンピューター。今更知りませんなんか通用しないから。淡井圭介、2023年8月の30日に言ってる。そのためのエシロンとか富岳。人間の音声本当に100年分記録してる。どうせ映像も出てくるから。これが本当、本当、裁判って映像出てくるから、それ教えてもらってるから、もともと裁判所の人に。本当。